好きだ。気がおかしくなるほど惚れてる。俺が欲しいのはお前だけだ。のだめカンタビレ、美咲蓮。違います。ジョジョ。ジョジョの、はい、ジョジョ。西野です。ナダルです。さあ始まりました、よろちきチャンネル。はい、ということで、今回は漫画の名台詞クイズ対決。名台詞だったな。ルールはですね、漫画だけを答えたら1ポイント、で、さらに登場人物、キャラクター、誰が言ってるかまで当てると、さらにもう1ポイント、なるほど、ということです。これはでかいですね、なるほどね。これなかなか漫画とかアニメって、奈々さん結構好きですか？結構読んでたんでね、僕は。なるほど。でも世代が違うから、ちょっと最近の世代の漫画とのものが強いかもしれないし。さあ、では始めましょうか。罰ゲームは、勝った方が負けた方に罵れます。また罵んね。なるほど。前回のね、クイズのありましたけど、はい、学力対決、罵られた方結構嫌やったんで。わかりました。はい、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。スタート。では第1問、うん、はい、この帽子をお前に預ける。はいはい。ワンピースで、シャンクス。正解です。よっしゃー。帽子でやっぱピンときました。ワンピース見てないですね。これはまあ国民的漫画ということで、まあ、基本的なやつかな。2ポイント。はい、2ポイント。2ポイントです。やったー。次の問題いきます。はい。勘違いするな、ガキめな。金は、金はな、命より重たいんだ。命より重いんだ。カイジ。はい。の名前は分かりません。カイジ正解です。よっしゃ。1ポイントです。よっしゃ。誰カイジの。利根川ですね。はぁ、結構漫画界の名台詞として。なるほどなるほど。カイジ読んだことないんだな。やば。金って言ったらやっぱカイジかなと思って。なるほど。予想して答えました。次、一言だけなんですけど、はい、結構ネット民とかの人たちもよく使われる。なるほど、はい、これです。だが断る。え、はい、ジョジョ。正解です。おお。のセリフは、誰がってこと、うん、はい。うわ、ジョジョの、はい、ジョジョ。違います。よし、ポイント。なるほど。予想。すごいな。次の問題です。はい。海を泳いでる最中には海の広さは分からんよ。難しかったですかね。はいはい。ワンピース。はい。で、白ひげ。ブッブー。違います。漫画もアウト。漫画もアウトです。両方とも。海を泳いでる最中に海の広さが分からんよ。5、4、3、2。はい、はい。何を答えた。ガンツ。ブッブー。答えはバカボンドですね。うわー、むずいわ。読んでないわ。次です。うん、はい。全は世界、一話は俺。はい、ナルト。ブッブー。違います。ナルトではないや。ナルトではないですね。ポカってんけどな。ちなみにこれ二人で言ってるんですよね。一人のセリフじゃないですよ。全は世界って誰かが言って、一は俺って誰かが言うんですよ。10、9。まあこれは7、6、5、4。はいはい。スラムダンク。ブブー。正解は鋼の錬金術師です。難しいわ。むずいな。でもここからちょっと巻き上げていきます。ちょっと簡単なのにします。うん。次の問題です。はい。駆逐してやる、この世から一匹残らず。特
徴的なセリフが出たんですけど、はい、テラフォーマーズ。ブブー、違います。はいはい、進撃の巨人。はい、シャのライル。ナイス。知らねえ。進撃の巨人の主人公です。エレンですね。エレン。なるほど。今んとこ本な俺3で2勝2やな。よっし、はい、当たった。そう、ようやるな。全部あかんやろ。あかん。すごいな。今もできます。新世界の神となる。あ、はい、はい、ワンピース。の黒ひげのティーチ。すいません、違います。え、漫画も違う。漫画も違います。あ、俺分かった。新世界の神となる。西野が、うん、あの、答えた後答え出して。いや、無理無理、そんなんあかん。無理だ。一問一答やろ。一問一答。そりゃそうやろ。答え合わせとして、まあ、カウントしないですけど。そりゃそうやろ。僕は正解。新世界の神となる、めっちゃ聞いたことあんねん。神になりたがってる人なんですよ。新世界の神となる。9 ちょっと待って。7何やったっけ。神になりたがってる人。4 3 2 1。はい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 。ナルト。わからん。はい、ブリッジ。何やろ。デスノートです。あー、ヤガミライトか。ヤガミライトです。意外とヒント、結構ラッキー問題、分かりやすいやつだったんですけど。うまいな。うわー、これは当てなかった。昔の引き出しやな、ほんま。いきます。はい。奇跡は諦めないやつの頭上にしか降りてこない。奇跡なめんじゃないよ。ヒントもらっていいですか。うん。女性ですか。オカマです。はい。ワンピース。おの、あの、ワンピースのどこに登場したやつとかダメですよ、ちゃんと名前村か。10 9 8 7。鶴のあの、股間に鶴つけた。4。違います。ブッブー。その人ではなく、イワンコフという。あ、イワンコフか。顔がでかくなる。うん、まあ、とりあえず1ポイントね。はい。逆にこのセリフを知らなくても漫画が想像つくような感じなんで。了解了解。行きます。はい。シューベルトは本当に気難しい人なのか。自分の話ばっかりしてないで相手の話もちゃんと聞け。楽譜と正面から向き合えよ。はい。のだめカンタビレ。正解です。の。おお。美咲蓮。違います。そのキャラいました。違う。のさ、人物っていい？はい。さざなみりょう。おじゃあ5ポイント。のだめな。はい。うわ、あ、ブルージェイアント出てきたわ。次も、うん、このセリフはぽいなって思う。早押しやな。そう、漫画、はい、これ分かりやすいタイム入ってますね、うん、さっき、うん、いきますね、うん、回答は鮮やかに獲物を盗む。お、名探偵コナンの怪盗キッド。正解。おー、よし、これは知ってた。これは2ポイントきた。でもコナンやろなと思ったけどな。じゃあ、でかい。僕的に好きなシーンですね、うん、はい。いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。はい、俺や俺や。じゃあ俺や。じゃんけんな。じゃんけんね。最初はグー、じゃんけん、はい。よっしゃー。お、はい、西野さん。ワンピース。はい。人物は、チョッパー。はい。横振りですか。あ、で、で、で、間違えたもん。え、じゃあワンピースだってことですか。ビビ。正解です。よっしゃー。ビビか。じゃあ、1-1にしときますね。1-1や。で、この言いそうなキャラをちょっと考えてください。わかりました。いきます。たとえもんじゃ食べてるときゲロの話をされようとも、されようともだな。カレーを食べてるときに剣弁の話をされようともだな。ハンバーグを食べてるときに和風の話をされようともだな。わしは平気で食べる。はい。りょうすかんきち。漫画の名前。こっち亀ではなく正式お願いします。こちら葛飾区亀有前公園、こちら葛飾区亀有公園前発出所。こちら間違ってんじゃん。葛飾区亀有公園前発出所。正解です。よっしゃー。この2はでかい。8-5。
はい。他人にやらされてた練習を努力とは言わねえな。はい。メジャー。お。はい。しげた。五郎ですね。メジャーはってた。メジャーってます。よう当たった。六八。六八ですね。超名台詞です。我が生涯に一片の悔いなし。え、俺やな。北斗の拳ラオ。今のは。十六。今のはちょっと。これはえぐいわ。これはもう買ったわ俺が。したですね。どうしよう。スポーツ系漫画、逆に多分読んでなさそうなスポーツ系漫画言ってもいいですか。うん。ちょっと想像していただきたいです、うん、いきます、うん、思いは届く、俺がゴールまで全力で連れてってゴール。ナダルさん、アイシールド21。違います。はい、弱虫ペダル。おーっ、よしの望月。いません。わかんのよ、読んでないから。では正解です。連想ゲームになっていた。17。問題です、うん、決まらないんですよ野球ってやつは。はいはい。 H2 の国見博。正解です。おっしゃー、12ポイント。もろ勝ち。 H2 は国見博持ってた弟が。うわ、俺の勝ち。イエーイ、勝ちました。最後ラスト今の7と12。じゃあ、西村が取ってもラスト。はい、ラスト。これはプラス10にしましょう。わけわからんて。もう意味わからん。もう意味わからん。伊藤がルールやから。いやいやいや、意味わからん。意味わからん。その代わり、すげえ流行ったやつですけど、2人とも絶対ってほどわかんないと思ってきたんで。いや、もうええて。よし。はい、10ポイント。もう10はやめよ。もう意味わからへんから。意味わからへんから。もう絶対。10やめます。20。じゃあもうええって。意味わからへんねん、ほんまに。行こう。意味がわからん。もうやらへんやねんそれ。はい、行きましょう。行きます。やらへんで、もうやらへんから答えんで。気がおかしくなるほど惚れてる。俺が欲しいのはお前だけだ。漫画。漫画です。流行ったヒント、ドラマにもなりました。はい。花より団子。の。道明寺司。おー、正解した。なんでわかんねん。おっしゃー、やっぱり天罰下んねん、おい。すごいな。もうどーも、ほんまに卑怯者。いや、何がまず20ポイント、もう意味わからない。ルールがこっちの時に俺かってなるの。ルールこっちが決めた。何か言うことない。最後20ポイントで納得してた。それまで完全に負けて、何か言うことないですか。でも、もう罰ゲーム中。うん、罰ゲーム中。罵られてる。罵られてる。どういう感覚ですか、本当にもう。最後だけその20ポイントのかなってさ。どういう感じなあ、ちょっとほんまに、もう全然、なあ、もう漫画好きとか なんか言ってて、野球漫画やったら何でも来いみたいな、いつも負けてたしさ。でもほんまラストって言ってない。ラスト2問にしようって言って増やしてさ、負けて。やめましょうほんまに、わけわからんからね。あのこの前もさ、ネタ飛ばした時もさ、あの俺あのああいうくだりいらんからって言ったけど、俺お前が飛ばしたから長くやってんのよ。でそのまま、あのお前が飛ばしたから俺さ長くやってんけどって言った後に、スーっていなくなるのやめて。まずごめんなさいやからな。人として当たり前のことでやりくりしましょう。お願いします。はい、終わりました。どういう気分で見てた視聴者の人は。ああ、さらにじゃあウィニングで、はい、あの最終問題のセリフを。でもちょっとね、視聴者の方に、好きだ、気がおかしくなるほど惚れてる、俺が欲しいのはね、笑うと思う。さあ今ので、ね、いやー気持ちいい。
今の最後のセグで何人の人がチャンネル外したか。勝ちました勝ちました。こっち系負けてばっかや。